ていう、これがっていう日付絵画って言われてまして、うん、まあ、アルファベットと数字が書いてあるだけで、うん、どこがアートなんだ、うん、名古屋の美術館に展示してある河原音の本物を見て、かなり心深く動かされてですね、なんか宇宙と対話したぐらいな感じ。インサイト始まりました。今回も、美術批評家で解剖学者の布施秀人さんに来ていただいています。よろしくお願いします。布施先生、今日のテーマは何でしょうか？はい、まあ、たまには日本人のアーティストもということで、はい、河原音ですね。はい、でまあ、ただ日本人といっても、まあ、ニューヨークで、うん、活動して、なので、まあ、国際的な特に何人ということではないかとは思いますけど、まあ、一応日本生まれ、うん、日本育ちの河原音ですね。はいはい、ね、まあ、これが、まあ、ね、作品ですから ね、もう知らない方からしたら、まあ、っていう、これがっていう、まあ、ものの代表みたいな、ね、やつですからね。まあ、日付絵画って言われてまして、うん、まあ、そのままの通りで日付ですね、1987年5月1日ですね。うん、まあ、言ってみればアルファベットと数字が書いてあるだけで、何がいいんだって、うん、どこがアートなんだっていうふうに普通思いますよね。うん、はい、そうですね。はい、なんですけど、結構僕は最近も、何ヶ月か前に名古屋の美術館に展示してある河原音の本物を見て、かなり心深く動かされてですね、なんか、宇宙と対話したぐらいな感じも思ったりもしたんですけども、ただ数字が書いてあるだけなのに、何がいいんだと。で、まあ、一つはですね、まあ、この絵の鑑賞の仕方っていうのかな、まあ、アプローチの仕方として、この絵がどんな風にして描かれたかっていうことをまずこう、追体験してみるっていうか、想像してみるところから始めると、河原音がこの日付絵画を描く時の自分に対するこう取り決めとして、1日の始まりですね、要するに午前0時に作業を始めるんですね。でまずカンバスに地塗りをして、でそこから絵を描いている日付と同じ日の日付をそこに描くんですけども、で例えば1987年5月1日っていうですね、数字を書くんですね。でそれで、まあ、自分のに対する取り決めとして、もし24時間以内に完成しなかったら、まあ、その作品は、まあ、未完成ということで破棄してしまうと。ということは別の言い方をすると、1987年5月1日にその日のうちに筆を置いた、その、まあ、痕跡っていうのかながここにあって、で例えば1987年っていうと、ちょうどだから僕は初めての本が解剖の時間という本のご紹介していただきましたけど、はい、1987年の出版だったんで、あ、まあ、そうか、60年生まれですもん ね、うん、そうだね。で夏に出たんで、ちょうどゲラかなんか読んでた頃、うん、でっていうふうに、要するに抽象的な数字と日付が並んでるだけなんですけども、うんうん、自分の中にその頃のことがまずこう一つよみがえってきますよね、うん、はい、っていう力がまずこの絵の中にあって、うん、であともう一つは、なんで日付書くんだっていうことですけど、うん、別に何書いたっていいんですよね、絵っていうのは、うん、例えばセザンヌはリンゴを描きましたと、うん、で絵画っていうのは、まあ、何か描くわけですけども、と同じように、カレンダーを絵に描いたって、それセザンヌがリンゴを描くのとほぼ同じような作業なわけですよね。でカレンダーっていうのをモチーフにして絵を描こうと、その作品を制作している河原音の姿を見たら、それは画家の作業以外の何者でもないんですよね。っていうふうに見てくると、やっぱ絵なんですよね。でだからやっぱりその、絵画っていうのは、まずその第一に忘れてはいけないのは物なんですね。で物っていうのは手に持って持ち上げることもできるし、壁にかけることもできるんですね。なんかまあ、厚みがないようですけど、実際はその微妙に絵の具の厚みだとか、で特にこれはその版画とかではなくて 手書きなわけですから、その、まあ、身体のこのなんていうの、動きの
痕跡によって生まれたものであって、それをだからその美術館で本物の瓦を見たときに、やっぱりそれは画家が自分の手とあるいは時間を使ってそこに、しかもこう決められた24時間という制限の枠の中でやったものの結果がそこにあるんだっていうふうにしてみると、まあ、なかなか味わい深いものがあるう、うん、そうですね。あと先ほど聞いてたその24時間で書ききれなかったら破棄っていう、その時間というもの、その日付というものに、その河原温さんがどういうそのなんていうか思いを抱いていたのかっていうのが、今どんどんこう興味を湧いてきたんですけど、うん、そうですね多分 そういうことをこの映画の中にこう込められていて、それが今どんどんこうその出てきてるんだと思いますね。でそれでそれつまり24時間って何かっていうと、地球が1回自転する時間なんですよね。でその地球が1回回転する間に一つの絵画を仕上げるということは、つまりそれは地球が一回回転ということとの対話でもあるわけなんですね。ある日付というものが持っている人生に対する重さみたいなものもあるし、やっぱりたかが日付なんですけども、あるいはたかが1日、たかが24時間なんですけども、そこにこう込められたものっていうのは、要するに、いろんなものが削ぎ落とされ、色彩もそうですし、いろんな具体的なイメージとかいろんなものが削ぎ落とされているがゆえに、なんかこう絵画としてすごくなんかいろんなものの結晶が全部詰まってるっていう意味で、なんかそこに 何かこう河原温のいろんなこの決意みたいなものもやっぱり見る人が感じ取ってっていうものなので、もし美術館でこれ日付見かけてですね、ちょっと足を止めて対話をしてみると、ちょうど昨日トゲンビで私も見まして、河原温の3作品あったんですけど、久々に実物を見て、やっぱりいいなと思いながら、時間って全世界のその瞬間に地球上にいた全員が等しく平等に全員が所有してた唯一の共通なものじゃないですか。それがやっぱり形になったっていうことの意義って、多くの人に共通したことっていうところで大きいのかなとか、そういうことを考えながら昨日は、見てます。日本においての5月1日とじゃあニューヨークにおいての5月1日なんて、季節も違えばもちろん環境も違うし、その時河原温さんが何を思ってこれを書いたのか、でその頃のじゃあ3歳の5月1日の俺は何だったのかとか、やっぱこっち側にどんどんこう物語が生まれていくという、その美しさっていうのはやっぱあるな。森山さんは3歳だったんですか？そうです、僕84年生まれなの で今話を聞いて、3歳って人生の始まりっていうか、大体記憶っていうのが2歳か3歳の頃から、で前バスキャンの時に骨が見えたって言いましたけど、なんか3歳の森山さんがふっとなんか現れたようになんかこれとこれがセットになってみたいな風にも思ったりして、なるほど。もう一つはでもとは言いながら、ただの日付ってことも重要で、ただの日付だから何なんだっていう、単純にパッと見た時にカレンダーじゃんっていう、カレンダーじゃんっていうことが持ってるもしかしたら強さみたいなのってのもあるかもしれないんで、そこもまた見落としてはいけないとは思うんですけどね。というわけで今日もありがとうございました。ありがとうございました。